それで落として得られる安定感は将来的には不安定の感情を生み出すものであるしか言いようがないので、入試情報から勉強法まで受験生に役立つ情報を何でも話していきます、受験トーク。それでは始めていきましょう。学びズムの今井です。学びズムの矢田です。こんにちは。お願いします。さあ本日はですね、夏休み後の理想の成績ということをテーマにお話ししていきたいと思います。動画の構成としては中堅次第、難関次第、最難関次第の、まあ、大学群でだいたい9月10月でこれぐらいの成績はいってほしいなっていう風なところの理想の話をして、うん、ただね、僕らよく理想の話するんで、なんか結構こう視聴者さんからこんな行く無理や、じゃあもう志望校落とさなあかんとか思っちゃう子もいるんで、うん、そこからでもこういう風に意識して勉強していったらこうやって成績が伸びていったよみたいな方法論のところまでお話できたらなという風に思うので、うん、まずはまあ理想の成績からお話ししていこうと思います。何月英語勉強法の動画とかも出しますから、この動画の何日か後に、まあ、そこで英語で長文で何割取れてほしいとかはあるんですけど、今回はこの英語とかじゃなくて全科目的にだいたい過去問でこれぐらいかなっていう基準でお話しさせてもらいますね。でまず最難関次第の子は夏休み後って言ってるんで、9月10月ぐらいをイメージしておいてください。この成績の推移は、うん、欲を言うとね、10月末でカンカン同率マーチのワンランク下のね、難関次第で合格最低点出してください。これ早ないって思うかもしれへんけど、例年慶応とか早稲田とか受かっていく子って、うん、もう10月末には合格最低点出るんですよ、うん、で11月でもう安定して出るんですよ、うんうん、だからもうそこはもう確実、10月にもうそこ達したから11月にちょいちょいワンランク下の過去問演習やりつつ、早稲田大の英語とか、うん、慶応大の英語とかっていうのをしてどんどん早慶に近づいていくっていう風な形が一番理想なので、この9月10月夏休み明けっていうところに関しては難関次第で合格最低点を出すがもう理想です、うん、全科目ですか？全科目です、うん、全科目合わせての合格最低点がしか、もちろん得点調整含めての話をこれ、うん、まあもちろんね、自分の素点だけで赤穂に乗ってる点数を超えても何も喜ばしいことではないので、うん、ただ得点調整がどの科目にかかるかを意識した上で、その得点調整のかかる科目にマックス下がってもかける 0.85 ぐらいの点数なので、かける 0.85 して赤穂に乗ってる合格最低点を上回ったっていう状態を10月末までに作ってください、うん、強いて言うのであれば、例えば3年分受けで、その中で英語、まあ、140、160、150とかやったら160、その一番いいやつで、国語の一番いいやつ、社会の一番いいやつを全部足して最低点上回ってる、まあ、これでもまあギリいいかなっていうような感じですね、はい、一発でバーンって乗ることはないんで、はい、そういう風に意識してほしいですね、うん、9月の英語勉強法でも話しますし、8月の英語勉強法でも言ったみたいに、最難関次第はもうこのタイミングですでにマーチとかカンカンっていう難関次第レベルの英語長文を触っていてほしいというか、うん、練習しとかなダメって僕は言ったはずです、うん、でそれが8月だったら6割を目標にしてねって言ったので、この9月10月で7、8割まで持っていくっていう風なところ、うん、よくて8割でも7割は安定するように持っていくようにしてください。何月勉強法をなぞっていけてたら言ってるはずだよね。そうですね、はい、で最難関次第はそういう風な形で、難関次第ここが結構ね一番難しいかなと思うんですけど、中堅次第ね、三金超えるとか日東コマセンってそのワンランク下の大学の点数でなかなか見れないところがあるんですよ。問題の傾向というか、毛色というか癖というかがちょっと違いすぎるパターンが多いんですよね、うん、例えばあるあるなんは難関次第だったら長文重視になるけど、うん、中堅次第だったら文法の独立問題とか並び替えとか正誤問題がたくさん出てきて、うん、そこでちょっと点数を落とすけど長文は取れるみたいなね、うんうんうん、傾向も大きく違ってきますし、うんうんうん、標準次第で決めるというよりもカンカン同率マーチの過去問でもう決めてください、うん、この順調か順調じゃないか、うん、でめちゃくちゃ理想言いますよ。理想言いますけど全科目の合計で6割大体ね、大体6割全科目の合計で6割、はいはい、これは9月です。で10月で7割とかまで持っていけてたらベストですね。ベストですよ、うん、英語で7割を取れるようになる、でも社会が全然できひんとかは大いにありますけど、あ、まあ、現役生とか全科目でです。全科目で9月6割10月7割ぐらいですね。あと1個いいですか、はい、浪人生はちょいそれより上叩いてほしい。なぜかというと現役生が例えば7割超えてる時に起こってるのって、英語は8割取れてるけど
ど社会5割とか、そうですね、そういう形になってるん で、はい、で社会でガーンって伸びて最後調整していくって感じなんですけど、うん、浪人生はそうじゃないんで、そうですね、浪人生はそれよりちょっと後半伸びないってことを考えて、それよりプラスアルファで絶対取っとくようにはしておいてほしいです。そうですね、プラス1割ずつぐらいを取っとくぐらいでも、ちょっと言い過ぎですけどね、うん、10月で8割安定って結構順調すぎるぐらいの成績推移なんで、6割5分7割5分とかっていうところが目標になるかな、うん、とりあえず特に暗記系選択科目を圧倒的に他の現役生、他の受験生の現役生に負けてない状態が作り出せてたら、まあ OK かというふうに思います、うん、はい。でですね、中堅次第、正直高が一番難しいです。言うたら中堅次第第一志望の子たちって、うん、難関次第最難関次第に比べて比較的受験勉強のスタートが遅いであったりだとか、知識のインプットにかかる時間とかも長いので、うん、例えばこの時期から過去問をしっかりやれる子って多くないんですよね、うんうん、だから過去問とかの点数の目標の基準ってめちゃめちゃ作りにくいんですよ、うん、作りにくいんですけど、あえて言うのであれば難関次第と一緒で、中堅次第の問題でそれこそ9月で6割取れて、うん、10月で7割取れたらめちゃくちゃ理想ですけど、うん、今から過去問バンバンやっていっても難関次第みたいに数がめっちゃ多いわけじゃないから、うん、過去問の数がね、うん、近代さんみたいにホームページで全部出してくれてたらいっぱい演習できますけど、そういう大学ってそんな多くないので難しいじゃないですか、うん、後の演習にも取っておきたいし、うん、だからそういう風な子とかだったらもうちょいランクを落とすというよりかは、分かりやすい基準で言ったらセンターレベルの参考書、うん、例えば国語で言うんだったら全レベル問題集のレベル2とか、うん、英語で言うんだったらハイパーの2とかスペル語長文の2とか、ああいうセンターレベルのもので正答率がこの9月6割、うん、10月でな7割いったら順調だねっていう風に言ってあげれるかなという風に思うので、センターレベル6割から7割っていう風なところで夏休み明け9月10月考えてもらえたらなっていう風に思います。で今言ったのは結構理想です。そんなやったら学びずむせい全員そんな理想言ってるんかって言ったらそんなことないです。いやもう全然ね、全然そんなことはないです、はいそうそうはい、ただその基準は言ってますけどね、はい、基準は言ってる。だから危機感を煽るときに同じようなことは伝えるけど、全員がこんな順調なわけないから、うん、じゃあ順調じゃないってなったときに意識することって何なの、どんな話をしてどんな風に持っていって成績を上げていくのっていう風なところって、うん、みんなも気になってると思うので、ちょっとこの動画の後半はね、今からそういう風なところを主に話していきたいと思うんですけど、受験トークへの質問は LINE 登録後こちらのボタンをクリック。結果が思うように出ない子の一番あるあるなんは、考えることを放棄することなんですよ。楽な方に逃げることなんですよ。これって何って言ったら、僕が示すこの楽な方っていうのは自分ができることに逃げることなんですよ、うんうんうん、自分ができることって何って言ったら、レベル落として読める英語長文一生読んだりとか、うん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 、この参考書訳せれてるようになってる気しないからもう一回やりますみたいな、なんか喋り方悪意ある僕の同期にもおったやつ別に気持ちは分かるんですよ。しんどいし辛いし、こういう動画を見て理想の成績が出てないから、うん、自分はもう無理なんじゃないかっていうふうに思っちゃったりね、うん、したら、まあ、やる気もなくなるじゃないですか、うん、モチベーションも下がるじゃないですか、うん、だから現実逃避をしたくなる気持ちはすごくよく分かる、うん、でその結果モチベーションが下がり携帯触る時間が増えてしまって、どうしたらいいだろうかっていう相談もよくありますし、うん、携帯とかじゃなくて単純に英語長文毎日読んでるけど2日に1台言われた通りやってるけどなかなか伸びないっていうふうに、勉強量をたくさんやることに逃げていたりとか、自分ができる範疇のことに身を投じ逃げて、それがダメだと分かっていて後ろめたさは感じつつもそこから抜け出せない、こういう子は申し訳ない、なかなか成績は上がらないんじゃないかっていうふうに思ってます、うん、上げてあげれないね、はい、僕が言ったこの理想の推移をたどってない子こそ一番何やらなあかんかって、自分のできないことばっかりやらなダメなんですよ。ノーペインノーゲイン、もうノーペインノーゲインです。成長にね、痛みはつきものですから、そこから逃げないでほしいです。例えばもうセンターが8割取れる、でもカンカン同率マーチレベルになったら5割しか取れない、だからまだセンターレベルができないからじゃないかと思ってね、すぐセンターレベルに落としたがるんですよ、はいはいはい、そこじゃないよね。そこで得られる安心感やったりだとか、自分ができてるなって思う感覚って、うん、ほんま間違ってて、それってめちゃめちゃプラスの感情に感じてるけど、対局で見たらめちゃめちゃマイナスの感情なんですよ。確かにな。
そこで得られる心の安定はね、安定じゃなくなるんで、最終的に基礎に戻らなあかんって言ってレベル落とすだけっていうね。違うからね。違うんですよね、うん、例えば今言ったみたいに6割って言われたけどまだ4割やで、うん、じゃあもう無理やん。じゃあ4割しか取れへんからとりあえず英文法とか単語とか熟語とかもう一回やって、入門英文解釈の技術70に戻って精読の復習しようで、そういう判断をすることはありますよ、もちろん、うん、その判断が正しいかどうかを確かめようと思ったら、今自分ができてないレベルをやり続けて課題を見つけて課題を潰す勉強と理想に近づいていくために攻め続ける勉強とのパワーバランスを考えて計画組まなあかんんですよ、うんうん、これがこの理想じゃない子が理想に近づいていくために一番大事なことです、うん、そこを抜かしてしまった受験生が理想に近づいていくことはないです。これは結構断言できます。やりまくって成績上がるんやったらマジで誰も苦労しないし、おそらく理想の成績に乗っかってるんで、そういう子はそもそも論ね。だからもちろんね、今言った6割7割から合格安定圏の8割まで安定させるのにも大きな壁はあります、うん、でもそれは今の時期じゃないんで、もうちょい後の時期の動画で話しましょう、うん、だから今の時期に一番あるある、こういう理想の成績聞いたり、もしで偏差値低い、うん、B 判定で出ない、 C 判定 D 判定だ、この前で大丈夫なのかみたいにね思って、ワンランク落とさなあかんわってなる子めっちゃいますけど、うん、それで落として得られる安定感は将来的には不安定の感情を生み出すものであるしか言いようがないので、みんなに意識してほしいのは逃げない、ずっとできひん問題と向き合ってください。でできへん問題と向き合ってずっとできへんことを言語化していってください。でできへんことを潰す勉強とできへんことをあぶり出す勉強の両方を勉強計画に入れて同時進行で進めていったら理想の成績になります。ほんまは片方やって分析して、じゃあ今週は潰そう、じゃあ今週またできへんかったことが何、じゃあ来週また潰そうっていう風にゆっくりできたらいいんですよ。ゆっくりできたらいいんですけど、ほんまにここの時期から理想から外れた状態で逆転合格目指そうと思ったら相当苦しみが待って相当です。これはでもそこで歯食いしばって頑張った頃こそ一般受験ね頑張った価値があると思うし、得られた結果って自分のこれからの先の人生でめちゃめちゃ自信につながると思うから、僕が今言ったことはマジで意識して頑張ってほしいかなというふうに思いますね。それがちゃんとできたらね、そうですね、はい、みんなを救うことになると思うんで、はいはい、伝わってほしいな、これ逃げちゃう子多いから伝わってほしいな、まあ、自分のことやって思えたらすごくね改善されると思うんでね、はい、めっちゃ頑張ったる、今の言葉を胸に刻んで頑張ったるっていう人はめっちゃいいね押しまくってください。いいねが5万ぐらいいくことを期待してますノーペインノーゲインノーペインノーゲインです。以上です。それではこの動画はここまでにしたいと思います。ありがとうございました。最後まで見てくれてありがとう。この動画がためになったと思ったら高評価とチャンネル登録をお願いします。マナビズム公式 LINE では大学別対策の e-book や映像授業を無料プレゼントしているので、概要欄からぜひ登録してください。